いやー、今週もアイコン Z 語っちゃっていいですかね。もうね、これ見ちゃうとね、喋らずにはいられないですね。もう感想を言いたくなる。ということで今週もやっていきたいと思います。今週はですね、ダンス審査なので、皆さん大好きエミリー大先生の出番はございません。代わりに直人先生がスタジオにも来て喋ってくれてるので見ていきたいと思います。最初のグループからちょっと言っていこうかな。川口くん、重虎くん、遠藤くん、るいくん、テレビで採用されてた部分では遠藤くんが褒められて、まあ、ちょっと重虎くんがね、ちょっと直人さんから厳しい意見ちょっともらってみたいな感じで終わってたんですけど、確かに遠藤くんはなんか間の取り方、なんか抜け感がめっちゃいいみたいな直人さんが言ってたんですけど、最初にパフォーマーズ DNA、 タン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 、足をロンデスって一回揃えて止まるみたいなとこがあるんですけど、なんかそこがうまい一回パって止まるところがうまいなって思うのって、やっぱりあっていうか、やっぱ抜け方がうまいから。この曲ほんと全部激しくて、重虎くんこう言われてたみたいに、ただ全部こう力を入れてやっちゃいがちな振り付けだと思うんですよね。全部激しくやっちゃおうっていう頭でやってるんじゃなくて、ここはバーかまして、ここは一旦音取ってみたいな、そういうすごい区別がうまいなと思って、遠藤くんですね。で、なんか川口くんはなんか練習の時に前回褒められてたんですけど、彼の良さを引き出せる楽曲ではなかった感じですよね。やっぱ第二グループの山本くんもそうなんですけど、多分なんか川口くんと山本くんに合ってる曲ではない。多分大将のオーディションの時のアニマルとか、なんか多分あっちのセクシーな感じの曲の方が彼らの良さを出せるのかなと思ったんですけど、でも遠藤くんはその曲もできるし、こういうゴリゴリな曲もできるしっていうんで、やっぱりそこが違いますよね。なんかまあもう毎回ランキング入ってきてるし、遠藤くん苦手なものがないっていうか、何でも自分のものにできちゃうっていうところがね、すごいなと思います。で、次が第二グループ、山本くん、中村くん、修之介くん、岡尾くんね、の4人で、合宿の成果が見られなかった、ただの体力作りドタバタ暴れてるだけって言われた第二グループだったんですけど、岡尾くん、4人の中だったら岡尾くんが一番良かったのかなっていう感じでしたね。一個一個のこう形が綺麗だったというか、正確な位置に入ってる。多分ね、他の3人に比べてそんなに別に突出してなかったから、多分何も言われなかったのかなっていう感じですかね。山本くんはちょっと疲れ体力が疲れてたからちょっと後半じゃあ次第3グループですね。リエルメくん、ソレマツくん、前回ボーカル1だった靴野くん、マークエロンくん、石川くん、まあ好評でもあったけど、やっぱり5人の中だったらやっぱりダントツで、見た瞬間にああソレマツくんだなっていう感じですよね。ダンスの技術、うん、圧倒的に1人上手いなっていう感じで、ダンスが苦手っていうか初心者みたいなのが確か石川くんと靴野くんでしたよね。靴野くんと石川くんの差がだいぶ開いてきたんじゃないかなって思いました。はい、靴野くんは一個一個の動きをめちゃくちゃ丁寧にやってて、やっぱさすがダンスって性格が出るなって思いましたね。だいぶダンス頑張って成果が出てきてるなって。靴野くん、石川くんに関してはちょっとね、若干振りも多分まだ覚えきれてない状態でこの審査に臨んでるかなと感じました。マーク・エロンくんはちょっと雑すぎたかな、踊りが。ダンス始めると靴の組みたいにこう一個一個丁寧に丁寧に踊っていくタイプと、メンズにちょっとありがちなんですけど、まあ、とにかくステージで目立ちたいみたいな、それがこう第一優先にある子はとにかくこういう風に体でっかく使って目立つぜみたいな感じで やると、それも大事なんですよ。それも大事で、あんまり一個一個丁寧にやりすぎてると、なんか先生にもうちょっと大きく動けみたいな感じで言われることもあるし、そう大きく動くのも大事なんだけど、大きく動くと正確さに欠けるっていうかな、手の出すポジションとか足の出すポジションとか足しまうとか揃えるとか、そういうのがおざなりになりがちで、それが積み重なるとこう雑に見えちゃう
っていうのがあると思うので、うん、それがやっぱ難しいですよね。りょうさん、あきらさんも言ってたら、なんかただ暴れてるだけに見えちゃうんですよ、それが。今日はダンス部門なんで、ちょっとジャンル畑違いなんですけど、ちょっと社交ダンス A 級まで撮ったので、ちょっと今日は熱く語らせてもらってます。ということで、はい。で、次はディープ組です。はい。3人で頑張ります。あ、ナオトさんの最後の評価は、まあみんなどんぐりの聖クラブだね、みたいな。思ったより踊れてたから、それは合宿の成果だけど、みんなまだ同じレベルですっていう感じだったんですけど、じゃあ私的には比嘉くん、最年長なの27歳、比嘉くんが3人の中だったら一番踊れてると思います。うん、間違いなくそれは。はい。でもちょっと頭1個抜けてなかったってナオトさんが言ってたんで、多分ちょっとまだこの眉間ぐらいかな、ちょっとまだこのぐらい2人より出てるかなっていう感じですかね。他の二人、宇原くんと杉山くんは暗すぎる。下見てる時間多すぎるし、床見て踊ってんのかなみたいな。自信ないです、僕たちみたいなのがめちゃめちゃ伝わってくるけど、比嘉くんは表情は良かったし、うん、腕とか伸びきってないのすげえ気になるし、多分順番を覚えて、振り覚えて、一人で何も見ないで、最初から最後まで踊れるようになりました。間違いないで踊れるようになりましたみたいなレベルで多分まだ来てるんだと思いますね。一個一個の形が全然完成してないんで、うん、振り覚えたての時のノリって感じ。宇原くんはセブンのズボン履いてたけど、ダメやったね。ということで、比嘉くんに期待ですかね、今のところ。で、最後、Dリーガーの5人なんですけど、いや、これマジで感動しました。なんかさ、私 D リーグとかも見てて、普段の踊り見てるんですけど、この順番で見ると、マジ感動やばいです。このラストなんですけど、ダンスがまだ完成されてない踊りをこう見てからのこのプロの5人の踊り見ると、まあ、これが正解なんだっていう感じ。見せつけられたって感じで、うわーって感じでしたね。もう鳥肌立ちましたもん。最初から違うよね。前奏から今までの子たちはこうやって自分で、よし、頑張るぞ、みたいな感じでこう入ってくるんですけど、じゃなくて、この5人はもう、このジャッジに向けて、もうジャッジがもうお客さんになってるわけ。で、なんか、よし、行くぜ、みたいな。巻き込んで、はい、見てくださいね、みたいな。よし、頑張ろう、じゃなくて、はい、見て、俺らのパフォーマンスタイム、見て、みたいな感じで、もう、始まるわけ。まあでも、それは、多分、この5人にしかできないかな。あと、それ松くんとか、遠藤くんとか、やっぱダンスやってきて自信のある子にしかできないことではある。まあ、だって、ディープの子たちがこんなさ、見ろよとかやってたらさ、ちょっとさ、あれや、まあ別にやってもその勇気はすごいなって思うけどさ、うん、まだまだそんなね、見てもらうような完成度になってないっていうのは自分でも分かってるだろうしさ、そう、それはまあ D リーガーの子たちにしかできない表現なんだけど、そう、フリースタイル終わって最後のパート入るまでにも感想があるんですけど、まあみんなこうやってやって、はい、ラスト頑張ろうぜみたいな感じで、こう仲間内でこう肩組んだりしてやってたんですけど、今までのグループの子はもう D リーガーだけはよしよしラスト行くぜみたいな、お客さん見てるみたいなジャッジなんですけど、もう巻き込んで、もうそこがもうやっぱ全然違うし、でみんな動きがめちゃめちゃでかいの、めっちゃ大きいのになぜか暴れてるように見えないの。だからやっぱり可動域広いんだけど、手の位置とか足の位置とか体のこの使い方とかが正確な位置に入ってる上で発散して可動域広く踊ってるから、もう暴れてるように全然見えないんですよ。いや、すごいなと思って、全然違うなと思って、みんな表情もいいし、あとそのフリースタイルのやっぱりこのダンス経験浅い子とかはフリースタイル見ててもやっぱ多分何しやっていいか分かんないと思うよね。うん、それ引き出しが少ないから何やっていいかちょっと分かんないんだろうなみたいなこう感じる子もいたんですけど、もうこの5人はもうレパートリーが多すぎて、うわそんなことあるんだみたいな、そういう表現もあるんだみたいな、やばすぎたこの D リーグのこの5人の踊りは。でもその中でもね、セガサミルクスでね3人いるよね。その中の J ソウル時代の直木先生みたいな髪型した滝くんめっちゃいいっすね。なんかね、花あるね。ここのレベルになると、ダンスのレベルがどうこうってちょっとわかんないですけど、キャラもね、なんかずっと最初の放送から目立ってて、確
か初日合宿始まりますの初日で、まあ、言ったらディープとこの D リーガーの子たちってこうちょっと部外者じゃないですか。今までのこうアイコンジェットの空気感とか仲間の空気感とかもあって、そこにいきなり部外者が入ってきてお願いしますみたいな感じだったんで、一生からの子は多分なんだこいつって思ってると思うんで、自分ができる立ち回りをやっていこうと思いますみたいなこと確か言ってたよね。確か滝くんだったと思う。練習の時からムードメーカー的な感じなんかな。しかもなんか覚えやすいよね。ね、最後順位トップ3発表しますって言って、3位が遠藤くん、2位がソレマツくんで、1位が D リーガーの5人っていう感じで終わるんですけど、遠藤くんとソレマツくんに関してはダンサーじゃなくてアーティストとしてこうどう見せるかっていう、なんかもうコツを2人はもう掴んでる気がしますね。前回の歌の部門でもランキング入ってたし、だいぶもう射程圏内だとは思うんですけど、次回がグループ分けなってたんでそれであれでしょ、ガールズの時はグループ決められても個人評価だったから、こっちもさ安心して見れたっていうか。でもこれは男子はねまたグループで決めるみたいだからハラハラしますよね。そこの遠藤くん、それ松くんが一緒になるのか、それとも分けられるのか、たらねまたどっちか受かってどっちか合格できないみたいな可能性も全然出てきちゃうし、どの誰と一緒にグループなんのかっていうのもめちゃくちゃ大事じゃないですか。どうなっちまうのって感じですよね。なんだろうこのグループ合格にこの男子こだわる理由は何なんでしょうっていう感じで、個人個人のキャラクターが見れる瞬間があるといいなって思いますね。ダンスとか歌の技術関係なく、だけでファンってつかないじゃないですか。やっぱり性格とかそういうのもさ含めてファンになったりするんで、なんかそういうところもなんか放送で見れたらいいなとは思うんですけど、はい。ということで今回はアイコンジェット第2章ダンス審査でございました。